春アニメ、グレープニルより第4話のあらすじと先行カットが到着した。グレープニルは武田スーさんがヤングマガジンサード講談社で連載している同名漫画を原作とした TV アニメ。主人公の男子高校生加賀谷修一 CV 花江夏樹は着ぐるみに変身するという能力を持つが、それを秘密にしながらも平穏な生活を送っていた。しかし謎の少女紅愛クレア CV 東山奈緒と出会い、思わぬ争いに巻き込まれていくという命がけのラブコメ作品だ。アーリアル着ぐるみに変身する男子高校生の命がけのラブコメが TV アニメ化。グレープニル45より放送開始。最新 TV も公開。第4話変身願望あらすじ。エレナと遭遇する周一クレア。圧倒的な力の前に敗北し、周一の着ぐるみの頭が引き裂かれてしまう。周一を治すために宇宙人がいるというラブホテルの跡地を訪れる。その宇宙人は最初はとぼけるものの、コインを見せることでその依頼を引き受ける。そしてコインや周一の変身の秘密を話し始めるのだが、その内容は二人が全く予期し得ないものであった。脚本大久保正弘、絵コンテ愛嬌亮太米田勝弘、演出愛嬌亮太、作画監督久々宮銀由布京子日高真由美、総作画監督今岡忠の角智明。 TV アニメ概要グレープニル。放送情報東京 MX 毎週日曜23時30分 BS11 毎週日曜23。配信情報アベマ TV、 アマゾンプライムビデオ、 D アニメストア、 U-NEXT アニメ放題、バンダイチャンネル、 Hulu、 FOD、 Netflix 業 J コムオンデマンドビデオパス、ミルプラス、ツタヤ、アニテレ、ニコニコ動画、ヒカリ TV、 ハピー動画、楽天 TV、 バイデックスビデオマーケット、ケオ TV、 ムービーフルプラス、 C 武田スン講談社グレープ。主人公の男子高校生加賀谷修一 CV 花江夏樹は着ぐるみに変身するという能力を持つが、それを秘密にしながらも平穏な生活を送っていた。しかし謎の少女紅愛クレア CV 東山奈緒と出会い、思わぬ争いに巻き込まれていくという命がけのラブコメ作品だ。あるある着ぐるみに変身する男子高校生の命がけのラブコメが TV アニメ化。グレープニル45より放送開始。最新 PV も公開。第4話変身願望あらすじ。エレナと遭遇する周一クレア。圧倒的な力の前に敗北し、周一の着ぐるみの頭が引き裂かれてしまう。周一を治すために宇宙人がいるというラブホテルの跡地を訪れる。その宇宙人は最初はとぼけるものの、コインを見せることでその依頼を引き受ける。配信情報アベマ TV、 アマゾンプライムビデオ、 D アニメストア、 U-NEXT アニメ放題、バンダイチャンネル、 Hulu、 FOD、 Netflix 業 Jコムオンデマンドビデオパス、ミルプラス、ツタヤ、アニテレ、ニコニコ動画、ヒカリ TV、 ハピー動画、楽天 TV、 バイデックスビデオマーケット、ケオ TV、 ムービーフルプラス、 C 武田スン講談社グレープ。